がさーん、前髪がさーん、でもおでこも別に出したくないんだよね。こんばんは。なんて書こっかな。ちょっと嫌じゃない。でもさ、前髪なんかめっちゃ浮いててさ、おんまゆなんだよね。めちゃめちゃにおんまゆ、めちゃめちゃにおんまゆです。なんかさ、どうすればいい？これ。そもそも触覚がおかしいからさ。ちゃ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 、色ないし、まあまあ、やばいやばいやばい、なにこれなにこれなにこれ、ちょっと待って、どんどん下のコメント落ちてくんだけど、やば、なにこの嘘だよ、嘘だよ、すごい、やばい。ありがとう、みんな。え、いや、もうトップエルネを買った、買いました、雑誌。あんなちっちゃいんだね。いや、もっとでかいと思っててさ、嘘だよ、ありがとう。嘘だよ、ありがとう。ラジオめちゃめちゃ聞きたいんですけど、めちゃめちゃ聞きたいんですけど、みんなラジオ聞きながらショールーム見て、ラジオリアタイして、みんなこっち無音でいいから。やばいやばい、めっちゃめっちゃ来る、めっちゃ来る、ありがとう、みんな。まあ、これコスプレです。初めてコスプレでいいんです。ちょ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 、流れ早すぎん？流れ早すぎてコメント読めないね。めっちゃ早いよね。みんなタワーだからってことね。やばい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 。4月からもよろしく、こちらこそ。ね、どうしよう、どうしてもさ、髪が、え、なんか今日ね、ビジュアル、びっくりするぐらいビジュアルだけど、どういうこと。ちょっとお化粧させていただきます。コメントすぐ消えすぎじゃない？化粧しても変わんないかも。化粧しても変わらない事件。変わらない事件です。え、なんだろう。なんだろう。
え？あ、コメントのみの方がいい。ほんとだ、動体視力の練習確かにコメントのみ。ありがとうね、みんな。タワータワー、嘘タワー。うーん、納得いきません。やっぱ両方、ショールームは両方じゃないとさ無理。髪の毛、まあそうだよ、コメントだけにしました。やっぱみんなさ送るの疲れないの？大丈夫？やば、みんな送ってくれる。これのさ嘘だわ、今日までってこと？今日までだからみんな送れるってこと？あ、メール見た、メール。やば、塗りすぎた、塗りすぎたんだけど。 200？200 もあるの？全部ユアに投げてくれてる？他の人にも投げましたか？ねえ、内側だけなんでリップつかないの？やだ。あ、いけたいけた。見て、ハッピーセットのポンポンプリンのティッシュ入れ。あ、やば、全部出、全部出た。これさ1枚取れない。あ、うん、ティッシュです。部屋掃除してたらさ、なんだっけ、そう、道端でもらうティッシュがいっぱいあります。え、本当に無理。今日のビジュなんでこんな浮いてるの？でもさ抑えるとさ、抑えるとやばい、疲れるよね。ありがとうみんな。嘘だよ。ごめん、もう一回コメントしてつけれないしあと800ある。みんな送って。22時になった頃にもまだ嘘でありそうだよね。これ無理だ。え、見た小論文。そうだよ、ゆあ今日のメール小論文だからみんなに紹介しといて。ゆあちゃんのメールは小論文が来ますって。100投げれ、1000投げれた。ありがとうね、あげて、投げてくれて。え、いいじゃない、楽しかった、嬉しい。楽しかったのが一番嬉しい。あ、7日までなんだ。え、嬉しい。みんな嘘タワーユアに投げてくれるの？ありがとう。不良品です。え、前髪切ったね。切ったけど。え、あと5分で22時？ありがとう。あ、そうだよ、エイプリルフールだから制服着てる。あ、皆さん川村塾に就職しました。え、小論文の論っていう字。あと 900?22 時なんだじゃん。ま、なんで制服かは後のお楽しみ。まあ、ちなみに今は時間は21時56分でしょ。いつもなら読み壇上開始してますけども。かゆ、みんなラジオ聞いてくれた？ありがとう。そうだよ、同じくの就職説明会行ったのそんなのあんのねえ。口に大人です。大人です。忘れてた？
ラジオ今告知したでしょ。ラジオね、タワーここにあっても見えんよね確かにさ、今何時ですきゃ。57、あと3分です。あと3分です。さあ、私はあと3分で何になるでしょう。何がどうなるでしょうか。何がどうなるでしょうか。なんかさ、縦長なんだよね、顔が。顔がこうなってんの、言い訳を。顔がね、なんかね、ギュってなってんの。チャラチャラチャラチャンチャラチャラチャラチャン。ちょっと今、おろし JK やったので、結び JK やりたいと思います。そう、顔がなんか、左右に潰された顔してるってこと。大人の階段登る。チャララ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 ラこっちの触覚なくない？本当にね、美容院行くか迷ってんだよね。ね、本当にこっちの触覚ない。やだ、なんでこの前のあと1分ちょいやば。それはちょいやば。ねえ、どうにかしてよ、髪の毛。何このうちわ。何このうちわ、かわいい。結んでる JK ゆあちゃんです。ここさ、めっちゃ詰まる。イエイ。30秒前。早い。30秒前らしいよ。ちょっとメガネもつけちゃってちょっと反射するからやだ。22時。22時になりました。22時になったということは、22時になったということは、正解です。スーツゆあちゃんでーす。社会人すぎん。だから髪結んだんだよ社会人で髪結んでるじゃん。ちょっと眼鏡でもしちゃって、ちょっと似合わなかったちょっと眼鏡なし。どう、本日をもちまして SKE に就職いたしました。ゆあにゃんこと河村ゆあです。OL ですどう、似合ってる。これをやりたかったの、昨日思いついたの。スーツ似合ってる。嬉しい。先生じゃないよ、社会人。そう、できる女子もパソコン出ちゃうから俺の嫁、俺の嫁サイトアスカン。そうだよ、ギャル感なくなった。社会人じゃん。社会人ポーズ。社会人ポーズ。パソコンがないのが悔しい。パソコン。ないです。パソコン。あ、これ持ってそう、これ。この資料やっといて。わかりました。ダブダブママのこれママのだから、ちょっと見て、ちょっとし
おしゃれみたいな、おしゃれスーツみたいな。ほらありがとう、生きがい、ありがとう、生きがい。残業祝いにゃんです。もうこんな時間は残業です。やばくない？ちょっと22時以降やってんのやばくない？ちょっとそうで、ルーズリーフ使わない。あ、ちなみにこれもね、ピアが勉強してたノートでーす。ちょ、今書いたみたいじゃない？ちょっと今あの就職に向けて勉強したのでって感じで。これは何でしょうか？カルボキシキ。ありがとう。いや、ルーズリーフ派なの。ルーズリーフ派です。わ、ちゃんとやってるね。ほら、いや、物理、ん、生物か、生物を取ってたから周期表です。周期表です。塾感出てる。え、塾講師じゃん。塾講師です。知ってる？カルボキ式卒業には寂しいって。寂しくないよ、大丈夫だよ。これ生物のノートだわ。生物しかない。もうね、わけわかんないですね、これ。何を書いているのでしょうか。本当にわかんない。あのさ、本当に燃焼とかアデノシンリン酸はい、握手会の受付にいてもいいかな。しじゃあ剥がしやるわ。お時間でーす。どうどうどう、制服言わにゃんし、スクショ撮った人いますか？もう私は戻れないですよ。面白い女やめてください。面白い女って、あのさ、代々とさ旗にして言うことじゃないんですよ。はい、やば、コナンみたい。塾、え、もう部長にする？川村部長にする？あれ悩め、あれ悩め、さっ、明日まで、明日まで資料作っといてもらえる？もう作りました。キャリアウーマンです。え、塾の先生してたの？絶対頭いいじゃん。制服ユーニャンのが好きだったとか言わないでください。本当ですか？2500投げ切ってくれるの？ほら、ありがとう。剥がし強めで飛ばすから。あ、録画してた。今のカウントダウンの時、制服は着るよ。うん、もちろん、あの、だってなんなら、あの、5月で着ますか？うん、5月で着ますから。5月で制服着ますから。ちなみにこれ実際使うリボンです。ま、ギャルじゃないので。あ、面白い。それな、なんかさ、全部に対して嘘だよ。だからさ、ユアが今日喋ってること全部嘘みたいな。大人の階段踏み外してほしい。なんてことを言うんですか。本当にみんなの上司になるわ。あ、そうだよ、そうだよ、制服コスプレになっちゃったよ。制服がコスプレと聞いてギフト連投しよう。嘘だよってこと。メガネ、あの、丸か四角の透明しかないんですよ。そして反射するので。あ、確かに制服の目できますね。ありがとう。トップエルネオ、いや、見たけど全部漏れてた。全部漏れてました。皆さん、私、全部漏れてました。本当に投げ切ってくれた？課長です。川村課長です。焼きそば買ってきてくれるの？塩焼きそばがいいな。
ありがとうみんな、ハートハートと嘘だよパワーパワー嘘だよタワーと、もうさ何があるかわからない塾の入塾式っぽい、入塾式なんだったっけ、みんな残業残業残業漏れてたよ。アンケート書いてくれるの、あチェキもらえるよねあれ、違うっけエソアミさんとのツーショット載せました、こんばんは、まだラジオ聞いてない、聞きたい、スーツヨアニャンですちょっとさ本当の肩ここちょ ここ余ってる、ネクタイない、ネクタイちょっとネクタイないですね、見てみんなユアがちっちゃい小学校の時にやってた交換ノート出てきた、でもね半分ぐらいで終わってますね、半分ぐらいで終わってますね、えファミコン連打わかんないけど、いやさWii のさリモコンあるじゃん、あれの A と B のボタン連打じゃなくてこうやって爪でこうやってやるわ爪でこうやってやってたガチ勢あちなみにこれ恋バナは人の恋バナを書いてます人の恋バナを書いてますね、何書いてんだろう、でもだいぶさだいぶ個人情報、だいぶ個人情報だから、何高橋名人って、あちなみにこれイラストしりとりあるから、ユアがちっちゃい頃からうまかったっていうあるかな、なんかいや簡潔な絵だな、全部簡潔な絵ですね、ちょっとなんかしょうもないことばっか書いてますね、ポエムとか、いや作ってないです作ってないです、ちょっと個人情報なんだよな全部、なんかあるかな、それじゃあみんなに問題ね、ちょっと 見えちゃう、友達の名前が見えちゃうから、これこの絵なんでしょう、しりとりなんだけどリーから始まるんだけど、なんだと思うこの絵、リーから始まるなんだと思う、リーから始まるしりとり、これを求めよう、リレーじゃないです、リレーじゃないです、惜しいけどね、え宮村さん男です見た、えいやあれさ最初さエイプリルフールってさ分かってなくてなんで急に言ってんだろうとか思ったらあれでしたね、エイプリルフール、あ正解、陸上です陸上です、これ陸上です意味わかんないよね、なんでこれが陸上なのか、全然ね別に面白いこと書いてないんですよこれ、このさファッショントークない4わらわらわらうざくないこれめっちゃ生意気じゃない、めっちゃ生意気じゃない、ない4ない4わらわらわらみたいなない4みたいな、肉上でーす誰リッキーくん、誰リッキーくん
あ、送ればよかった、ちょっとやらかしたわ、やらかしたね。いや、ギャルじゃないですこれ小学生です。もう全部ないようなんだよな、本当にね。何も面白くないっすねこれ、何も面白くないんですよこれ。なんもない、なんもないですえ、交換ノート、ゆあが終わらせましたね。終わらせたっていうか、終わらせてって言われたんだけどさやばい、それは指でスイカ割るの、怖、割れるの、割れるの、ユアから始まるリズムに合わせて、ユア2、ユアユア、ユア4、ユアユアユア、あ、3回だった非常口じゃないんだけど、違うよ、この頃それなとか言ってないから、ユアユアの愛強めですか、まあまあ、本当に嬉しい、みんなありがとう、嘘タワーギャルちゃんじゃないです、ほら見てください、このスーツ姿を、ギャルじゃないでしょ、いや交換してないまだ、だからまあ近々ここの部屋最後ですねって感じで、このか、この河村もそのまま弟に渡します。じゃあもう弟に渡すとき全部川村貼っとこうかな呪い呪い、川村の呪い、ちょっと貼っとこ、貼っとこ、いやでもベッドね、ちょっとベッド悔しいけど、うん、え、ゆあがさ昔書いた小論文見せたかったのにさ捨てちゃったんだよね、捨てちゃったんだよね、多分思い出の部屋でしたこのね、若干サンタさん残ってる色も、そうだよ、弟は川村だよ気にしない、ちょっと川村の呪い、ちょっと小籠包は分からん、小籠包は分からんって、ちょっと待って探してこよっと、ないかにゃー、ないかにゃー、ない気がしますけど、あ、ないよなー、なかった、大学の志望理由書が出てきたさあお部屋が広くなります、え、たね、見せようとしてるね、覚えてないけど、猫目女子好きすぎアイライン、え、あのね、アイラインはキャンメイクのこちらです、キャンメイクです、クリーミータッチライナーです、そしてなんか謎のシールがついてます小論文メール今見た、うまいでしょ小論文、本当に小論文いや95点なんだからね、本当に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 ライオンだ、近すぎちゃってどうしよう、可愛くてどうしよう、わ、あの志望理由書の何も見ずに書く練習した、え、歌っちゃダメですか、
私が気学を志望する理由は大きく分けて2つあります。って書いてます。いや頑張ったよな。いや志望理由書が裏まで書いてたもん。いや時間内に裏まで書いてて、うん、レボリューション。あのね、あの本番じゃないから、なんかなんて言うんだろう、なんか練習、なんかなんて言うんだろう、練習でもないけど本番でもないけどみたいなやつで、その別に減点とかはなかった、その点数はつけられないから、そう書けるかどうかみたいな感じだから、頭いいです。あれエボリューションって言ってんの、レボリューションかと思った。そして今後心理学を学んでいくために私は今も取り組んできていることがあります。それは普段の生活の会話や行動など多様な場面から人の心について深く考え、自ら調べ学習をし実践していくという3つのステップをしております。真面目ですね私。なんか自分で一から考えたから、いや賢いから賢いから今日中の人違う、いや私です河村ゆあです。河村ゆあです。いや本当にね心理学向いてると思います私。賢いです。もう私今日から別人です。今日から別人です。え心理学勉強してた？教えてよ今度トーク会とか握手会で。でね3つのステップをしております。例えば友人が私に相談してくれた時、まず共感するべきか解決策を出すべきか思考します。そこで答えを出し、後にあの対象は正しかったか、もう少しこういうアドバイスをしたら気持ちがもっと楽になってくれたのではないかと反省し調べます。そこで新たな方法や人の心を理解し読み取る知識が増えます。これを繰り返し行っていきます。いや本当に頭いいと思うね。だってさわざわざさ自分の3つのステップをさ考えて、これでスクワ持ってたらもうさ世界がおかしい。文章賢いでしょ。あ硬すぎない？だって志望理由書だからね。本当に頭いいと思った。相談会開く。頭の回転早いってよく言われます。でも岩的にはあんまり思わないんですけど。まあそれ以前に字が汚いんですけど、字が汚いんですけど、面白いね。うんカウンセラー、いやカウンセラーね目指そうと思って、一回目指そうと思ったんですけど、なぜファンの人は DD なのか心理を探ります。来週金曜の公演夜勤だから、そっか夜勤、振り替え夜勤にしよう。振り替え夜勤楽しいじゃないよね。ましね、まあまあまあ、でもね言うて二押しだもんね。言うてさ、イアとさ
もう一人だけだもん。ほらありがとう。カウンセリングしてください。あなたはハンバーグか牛丼どちらが好きですか？牛丼ですね。その心はとてもとても丼です。コピペしてないから。いやこの時チャット GPT 知らないからこの時チャット GPT 知らなかったから今。賢いからね。やばいね、なんか22時以降でも配信してるの面白い。糸おかしい、糸おかしいDD の分析難しいですか？タン推しはなんか5人までとか言うけど、まあ岩的には3かなみたいな。そうね、その心を、なんとかと解きまして、なんとかと解きますみたいなのあるじゃん。あれってなんていう名前、落語、あれあれさ、やってみたい。でも思いつかない。なんかみんな話題出してよ、話題じゃないお題。え、タンシシンドロームめっちゃいいよね、めっちゃ好き。その中からはとても名前いいです。あ、謎かけてんのね。え、そういうこと、自分の心理いや、わかるよ、ゆあちゃんの気持ち、わかってるよ。旨味ギュッと詰まってますから。22時の女、どういうこと謎かけか。3人です。優しいですか、3。確かに3人まではね、許すよ。あ、なんとかとかけて、推ししか勝たん。なんとかとかけて、なんとかと置く、その心は。みんな嘘だよパワー、嘘だよタワー、ありがとね。みんなギリ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 ですか。なに謎かけ弱っちです。何それ。あ、そっか23人はもう根っからの DD、 根っから DD 超えて DDD だよ。いやいやいや、無理に3人にしなくていいんですよ別に。まあまあ、減らす分には全然いいんですけど。いや待って待って、いやちょっと待って、ちゃ3人まで満たしてない人は今のままでいいんですよ。でもその3人より超えてる人は減らすべきです。え、そうなの。ねずっち、ねずこじゃん。いや、いけないです、あと1人いけないです。あ、そう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 、誰偉そうだって。誰が好きなの。鈴木沙羅はいるね、アバターから。え、待って待って、違う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 、2人、今現時点で2人の人は3人にしなくていいんだよ。いや違います違います、じゃあ2人にします。推しの基準がよく分からんけど、握手券取ってるメンバーは4人います。湯合わせて4人、それ。まあ握手、え、握、うーん、あんま分かんないね、握手券。楽しさに、いや、あ、人によっては1人、人によっては1人。確かにね、ゆあにゃん推しの人が13期にいたら全然行っていい、全然行っていいけど、いない場合はいいので。マジ9期から12期全員好きだよね。減らします。
何 1.1 押し 1.2 押し 1.3 押しいやちゃん別枠、いやまあ別枠ならねいいんですけどね。来て3人じゃないですね。今から深夜の呼吸とかちょっと、え、頑張ってね。いやにゃんね、幕張、キリツ？キリツはね、あれ、ウェディングドレスです。ウェディングドレスじゃないけど、花嫁。やば、もう消えてる。消えてる。こちらです。やば、パワポ使ってそう。こちらです。5月11が、スタンディングで、花嫁さん来ます。自分でこうでした。花嫁です。で、スタンディングが合格キスです。で、6月の一番最初のツーショットが、もうね、もう激カワピンク猫ちゃんです。なんか花嫁とピンク猫ちゃんは絶対来た方がいい。そうだよ、新卒。剣まぶたち。確かに。整いました。あ、整う、その心は。確かにね。ゆえの愛強め、初見さんありがとう。数年後楽しみに。確かに言ってそう。待って、なんか誰か言ってるぞ。謎解き。前のコメントが見つからない。完成させたいのに。そうだよ、その中でも最押しならいいんだよ。どこ行った？え、ね、絶対面白いじゃん。どちらも回答が大事でしょうで、ね、その前が見たいのに、なんだ、なんて言ったんだ。花嫁様相、あ、日本ではないですね。まあ、あんまミニスカートなんですけど、プレゼン、このスーツは色しないですよ。え、12買ってくれるの？嬉しい。え、取ってくれるの？嬉しい。また会いに行っちゃう？嬉しい。来てくれるの？猫めっちゃいいよ。キーノートだったよ。ピンク猫ミームではないけど。え、ツーショット柔道着着てくるの？じゃあ柔道着ポーズしよう。柔道着ポーズ？こっちか。柔道着ポーズわかんない。そっといきます？花嫁そっといきます？あ、名刺交換する、みんな。私、川村優愛というものでございまして、名刺ない。30分以上連打してるのでまだ、みんなずっと連打してるってこと？だってもう今日さ、嘘で、すごいね。え、また来てくれるの、幕張？え、そうなんだよね、初めまして。そうなんだよね。嬉しい。そうだよ、もうね、みんな4月だからさ、もう追加しなきゃね。ねえ、最近気になってます。え、嬉しい。何を見て気になってくれましたか？ショールームですか？社会人ゆあちゃんなので、理論を。待って、何々と謎かけしたい。ちょっと待って、なんかあるかな。じゃあお題は春の何かね。フリーズ。むずなんだっけ、ねずっちさんすごいね。全然思いつかないんだけど。いや、タキシードじゃなくて大丈夫ですよ、皆さん。私服で。なにそうだよ、服のサイズとかけて若いうちの経験と解く。それが回答？
回答、服のサイズとかけて若いうちの経験と解く、その心は。 X の画像を見て気になってくれたの、え、嬉しい嬉しい。でも現実の方がもっと可愛いから来てね写真写り悪いんだ私。ここはやはり得るもの、うわっうまっ、ちょっと待って、うまっ今度ユアとさ握手かトーク来た時それ言ってよ、服のサイズとかけて若いうちの経験と解く、その心はやはり得るものは大きいでしょ。え、うますぎと師匠でした。なになに、新社会人とか来まして、続きない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 、あ、ユアがやれってこと、新社会人と書きまして新社会人と書き、え、難しい、ちょっと待って、え、難しい、新社会人と書きまして、し、待って、新社会人といえば、いや、むずいな、新社会人とか来まして、ユアのスーツと解く、その心はどちらも塾長でしょう、君も河村塾に入塾だ、え、ありがとう、もう買ってくれたの、ありがとう。先日入った公園で気になって配信見るように、え、嬉しい、てか結構コメントしてくれるよね、名前インパクトあるよ。あ、そうだよ、4月12日公演出ます。フリーズといえばよくフリーズしてます。袴袴で来るの、本当にちょ、うまいよね、え、宣伝強い、ありがとう。実物ゆあちゃんは小柄で可愛いです、間違いない。みんな同意しますか、みんな同意しますか。何何、みおまるさんの服と解いて、ゆあのスーツと解く、ママのでしょ、ま、ママみおまるさんってママなの。にゃにゃ、実物に見ると、実物を見るとより可愛い、だって、イエーイ。ウェディングとかけてチューリップと解きます、その心はどちらも球根から、そ、すごい、うま、みんなテレビ出れるよ、うま、ちょっと謎解きやりたいな、あ、間違えた、謎解きやりたいな、うーん、何があるんだろう、むずすぎる。ツーショットよかったCM でしたスーツの河村やばい4月中に平日だけど、え、平日なの4月、あー、そっかそっか、制服の目か、え、会社お休みしてながら、あげ、あ、なで、な、投げてくれるの、絶対そんな当たらなきゃ、絶対に当てなきゃ。美人塾長がいると、あ、ここで、ここ、あの、月謝300円でーす。あ、同意してくれた、同意してくれた、嬉しい嬉しい。みんな投げてね、12。ウォーキングが帰ってきた、スーツユアニャンです。私がトーク会で13期来たら行くって言った時のムスッとした塾長のお顔、マジで本当みたいな顔してた。ニコニコ名刺渡してたのずっと印象的、え、嬉しい、え、なんかね、めっちゃ名刺お渡し会さ、褒めてくれる人いっぱいいるんだよね、普通に。河村ゆあです、なんだっけ、河村ゆあです、よろしくお願いしますみたいな感じの方。ゆあにはスーツ売ってしょ、売ってそうね、もう寝な名刺交換しよう、300円、あのモバメなんで300円です。え、投げてくれる、12日ありがとう。仕事、早退しよう仕事か、まあそうだよね、そうだよね。
数値ね、数値ねって何、政治家、政治家私政治家、え、で待って、でもさ名刺ってさ両手で渡すもんじゃないの。ありがとう、みんな DMM 見ててね。塾長の首が長くて美人さんの証拠、え、嬉しい、ちょっと長くしよう名刺渡すとき名前言わ、あ、言わなかったね。まあでももうあの宮丸さんが隣で叫んでたので月謝400円払ってます。あ、ありがとうございます。ちょっとボーナスですね、ボーナスステージって感じで。名刺渡し会7回8回行ったけど川村優愛ですって言われたけどいやでもさ逆にさもうさ名刺渡し会ん、名刺渡し会行くまでにファンになっ、ん、なんて言えばいいの、なんか普通に、ちゃ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 言う前に話題振ってきたくないあー TikTok にねあったよね、あれね、なんて言ってたっけな、なんかユアニャン、ユアニャンだよみたいな、声入らないですけどいいですかって言われていいですよって言いながらユアニャンだよとか言って、ありがとう、申し込んでくれるの、ユアニャンの愛強めだよ。常識人が出てしまってる、早くギャルにも、なんでなんで、え、そうだよ、やっとね、やっと14にお手紙受け取れるよ、ありがとうね送ってくれてね。じゃあ宮丸さんと並ばせてくれたんだよね、あの鎌田さんとミレイさんが、本当にもうね激ヤサでした。マーチュンって誰、マーチュンって、実は気になったたんね、クロミさんつけましたって言った瞬間いやちょっとまあ社会人なんでちょっとつけないかなみたいな、社会人なんでねこういうピンとかつけないと思うんですよね。そうそうそう、え、手紙書いてくれるの、嬉しい。え、いやさ手紙の数数えていい、今ちょっと数え、ちょ今何時、え、もうすぐ23時じゃん、すごいね、普通にすごいね。ね、マーチュンって誰、マーチュンって誰ですか、よいしょ、ちょ手紙の数数えるね、私の初めてのみんなのラブレター、大切に、あ、ちなみに手紙は見せないよ、みんな見せないから安心して、手紙見せないから安心して、違う、数数えるだけだから。 NMB の一期生、え、調べてみよう、絶対似てないけど、絶対なんか大体みんなが似てるって言った人似てないよ、いや、まあ自分で思うか、思うだけだからな気もするけどね。はい、数えたいと思います。ゆあちゃんスーツ着てます、社会人なので、いきます、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24、危ない、25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35、え、そうなんですよ、もう嬉しいことにお手紙多いんですよ、私もう幸せです、本当に。30なんて言った、いや35って言った、え、もう本当に嬉しくて、そう35、え、入ってまだ5ヶ月、ん10 11 12 1 2 3 4、もう半年、え、え、やばくない、 SKE 入って半年、早くない、半年でね、ちょうど半年だね、
そう、半年で35通いただきました。嬉しい、みんなありがとう。手紙ちゃんと全部読んでて、ちゃんとね、あの、思い返してる、思い返してるじゃない、読み返してるから、ありがとうね、本当に嬉しい、幸せです、私幸せです。あるよ、もちろんあるよ、ないことないから。ありがとう、みんなありがとう。そうじゃん、今日半年じゃん、半年じゃん今日、びっくりびっくり。似合ってるスーツ、ありがとう。あー、そうね、渡すよ。鬼滅はいいけど、鬼滅は、鬼滅はいいんですけど、別に。え？小笠原さん、え、そうそう、なんかその山本さんに似てるってめっちゃ言われてたけど、調べたけど全然似てないやんと思って。本当に、そう、本当に嬉しい。え、色似合ってる、嬉しい。ちょ、黒が良かったんだけどね、入るしかなかった。ありがとう、みんな、初めてのラブレター。ドラえもんいたね、ドラえもんの便箋。クロミちゃんもいろいろあるし、みんな、そう、なんかみんながクロミちゃん、結構ね、クロミちゃんの便箋が来るんですけど、みんなクロミちゃん持っててびっくりした。嬉しい。そうだよ、配信のためにスーツだよ。え、半年記念書いてなかった、うわ、書けばよかった。いや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 、みんながいるから続けれるんだよ、本当に。これは本当にそう、みんないなかったら、いや、続けてないから、きっとみんなのおかげです。100いないと届ける。それみんなが思ったら100いっちゃうよね。まあ、全然いけるよ、まだまだっていうか35だから。サイレーム色持つ、え、特にない、特にない。なんか表記は、表記の仕方はピンク赤紫だけど、別に持つのはどっちでもいいかなって感じ。ついに皆さん、ついに皆さんのメール分のがそんなに。いや、まあでも私今日から社会人なので、まあちょっといつものゆあちゃんとは違うので。返信じゃなくて手紙書いてくれるの？まあでも返信が手紙のようなもんだよね。ねえ、終えるようにゃんかわ、嬉しい。こうやってね、ピシッてしながら、嬉しい。私がスーツを着ることは多分これ以来ないと思うんですけど、ねえ、こちらこそだよ。似合ってるけど、やっぱ着せられてる感、新社会人感が出てて、ういういしくて、ほんと？まあこれから似合う女になっていくので。ゆあちゃんが合格してくれた時の喜びはそれね、うわ、いいね。ちょっとゆあが刻み込んじゃったってことでしょ、その思い出、思い出メモリーの中に、思い出メモリーの中に、そのゆあの合格の思い出が刻み込まれてる。いいですね、いいですね。ガンダムの便箋ってあるの逆に。文章書くの苦手だからなかなか出せていないんだよな。え、もうね、全然いいんだよ、全部。なんていうの、文章書く、え、全然、多分ゆあの方が文章苦手だから。今日新入社員が来て、自分は2年目になった先輩か。え、そうじゃん、スーツ先輩、スーツ先輩で。ね、本当に今年中に帰ってくる、今年中始まったばかりですけども、ありがとう、申し込んでね。本当に。まあゆあが無理だけどね、5時は。
ピンク赤紫ピンク真ん中は気のせい。うん、赤が真ん中だね、いつも言わ。うん。マウント取りました。どうでもいいな。本当？曖昧な態度ってつまらない、もっともっともっとはっきりしよう。イエーイ、頑張って、頑張ってじゃないか、気をつけてね。手紙を書いて俺の字が意外と綺麗なこと、え、見たい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 。大人になってしたいこと、うーん、大人買いをする。ドンキホーテで大人買い。明日は全然ジャージですね。これママのスーツ着てないけど、ママ読み男女早め。待って、今何時？みんなネムさんの限界ですか、もしかして、もしかしてネムさんの限界ですか。え、何時までしようかなって、23時か23時15分かって感じです。みんなが寝れてない、寝れない、みんながさ限界だよね、きっと。23時にしよっかな。23時にしますね。今何時だっけ、49、23時に終わりますね。まだまだこれからですか。あ、そうそう、別に全然ね、その手紙の便箋にガンダム書いて送ってくれても全然いいよ。くるみさんのレターセット見つけたけど、え、最近なら多分いないと思う、なんか昔のくるみみたいな。仕事帰りに公園に行くからスーツの、え、うん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 、確かになんかパーカーとか着てるイメージないもん、なんかいつもピシッてしてる、清潔感みたいな。ちょっと待って、22時超えてるやん。そうか、そういうことだよ、今気づいたの。そういうことだよ。いや、だからさっきまで制服だったんだよ、さっきまで制服で早着替えしました。え、書いてくれるの、お手紙。お仕事少なめなの。おやすみ、寝ちゃうの。え、スーツで来てくださいとか言われるの嬉しい、ありがとうね。コアラのマーチはちょっと、コアラのマーチはちょっと飽きましたね、味に。全然名前は出したいんですけど、そうだよ、下地味、下地味です。いや、あったんだけどね、スーツのズボン、でもどうせ見えないしとか思って。え、もちろんお菓子ですよ、大人買い。うまい棒、うまい棒100本。いや、うまい棒あんま好きじゃないよね。晩飯まだなの。いや、もう食べたよ。すごいね、みんな。小原のマーチの時間じゃないです。本当、起きてくれる、お風呂。確かにみんな入れないのか。何、てっぺん大丈夫って。みんなね、何、夜更かしなの。でもみんな朝早いじゃん。実は気になってて、いや、ありがとう。カラオケはしないですよ。23時です、ごめんね、みんな眠いのに。4時起き、それはやば。ありがとう、見てくれて。夜はまだ、これから絶対終わったらみんな寝るじゃん。え、手紙のことってさ、まあでもするか、手紙2週なんかしないか、するわかんない、するのかな、しないのかな。
手紙はいろんな人から来るのか同じ人から結構来るのか、え、どっちもどっちも、本当にどっちも。え、イワニャン手紙何について、え、まあまずイワの魅力、はい、まず第一項目はイワの魅力についてで、第二項目がまあそのイワを好きになったきっかけですね。で、第三項目が、まあ、これからもイワちゃんを推しますという宣言ですね。で、第四項目がまあちょっと自分のこと、その私はこれが好きですみたいな、だから一緒に話しましょうみたいなまあこの辺で4つを押さえてればいいかなみたいな。え、嬉しい、ショールーム楽しい、ありがとう。まあ味飽きたよ味飽きたよ。コアラのマーチなんか山盛りに置いてあって、なんかあのドラッグん、あの薬局に。そうだよ、紳士だよ。え、そうだね、12当ててね、みんな。4月会えるの、その未完全とさ、その公演ぐらいじゃん。いや、コアラのマーチ、あの味がね、コアラのマーチを開封配信はめっちゃ気に入ってんだけど、ちょ、味がね下ジャージだよ下ジャージだよ、ごめんけどジャージだよ。メガネかけたいんですけど、ちょっと反射するので。ゆあちゃんあれだよ、生誕祭でね手紙やってよ。まあ、でその手紙はもともと誰推しだっけな、あ、リーナさん、リーナさん推しの人がもらって、でそのリーナさん推しの友人がゆあ推しの方で、でその方が手紙今持ってます、ゆあの。まあちょっと配信にはさっきいたんですけど、今もいる？いや、いないか。そう、さっき配信にいたけど、まあ、え、そうなのそうなの。あ、そう、ゆねさんね、お菓子渡してよ。あ、24時のことをてっぺんって言うんだ。ゆあちゃんいつもね2時3時に寝てます。いや、もう夜型です。1時過ぎに寝てるの？早いね、意外と。すごいね、みんな眠いのバレてるよ、みんなみんなが眠いのバレてるのと朝早起きなの知ってる。明日黒美さんレターセット買ってこよう、書くと言って、いや、まあまあツンデレなだけでしょ、書くでしょ、書くよね。ゆあちゃん全然眠くない。ね、わかんないよね。楽園の階段をつもりなら行くぜ、じゃん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 、イエー。あ、かきれなだ、かきれながいるよ、みんな。かきれながいます、小論文みんなの小論文もお待ちしてます、イエーイ。手紙送った後にあれも書いておけば、え、だからもう一回送るんだよ。あきらなさん、お風呂で見てるの、ゆあの配信も1と2内容かぶるってえ、かきれな配信やめたの？え、本当に？コアラの街売ってないとこあるの？いや、めっちゃ見たんだけど、今日買おうか迷ったけどね、エンターテイナー魂で買おうと思いました。みんなまだまだ嘘タワーありがとうね。カキさんわかんない、いるかな。待って、みんなコメント早っ。え、気づいたらなんかいっぱいあったんだけど、バグってただけかな。え、公演系の時は手紙書いてくれるの？嬉しい。あ、レナこれから配信なの？そうだね。え、そういえばみんなさ、 SKE のさ公式 LINE 追加してる？あれ、なんか送ったら出てくるんだよ。え、おるんさん夜型なの、めっちゃびっくりなんだけど、今めちゃめちゃびっくりなんだけど。
ニアもやる型です。確かに。え、そうなの。いやもうね、ちょっとね、いやいやいや、5時配信しないですよ。そういうこと。何、嘘タワーゲットとかできるの。いちごの方が美味しいって。みんなトップエルネオさん買ってね。漏れてるんで写真。トップエルネオさんのかけらの、え、そうあれね。いやあれ知ってたから何も答えてない。皆さん便箋平均、え、なんかでも人によるよね。でも大体1枚ってことはあんまないかも。みんないっぱい書いてくれる。シュージが出るまでこれはマジ。シュージ誰やねん、本当に。シュージ誰やねん。え、57今読み断じょうしますか皆さん。ちょっと今日社会人1日目の読み断じょうってことで。ね、そうなんだよね。公式ね、イオンびっくり。なんか送ったらメッセージ来るから。 LINE 送ったく、え、12期生いるいる、全然いるよ。なんならユアココミンしか出てこん。あ、城ヶ崎カレンです。何、ユアニャンの写真、何それ。え、ありがとう。あ、そういうこと。そういうことね。ちょっとラジオ聞かなきゃいいわ。え、ユアニャン選手来た。いやさ、自分でやっても一向に出てこないの。確かに。ありがとうね、みんな。読みだんじゃん。嘘タワー投げきれんかった。じゃあ明日も、あ、明日もとか、明日ないのか、その、それないのか。読みだんじゃん、社会人初読みだんじゃん。ちょえ、いいな。あ、みーたん、ゆあも来たわ。イェーイ、読みだんじゃん。読みだん。みんなありがとうね。嘘タワーいっぱい送ってくれて、疲れたのに。疲れたのに送ってくれてありがとうね、本当に。あ、そっか、4月7まで投げれるのか。今日限定だと思ってた。4月7まで送ってね、みんな。読み習字やめて。読み習字やめてよ。本当にさ、嘘タワーしかない。すごいね。あ、ハート送ってくれてる人もいるね。ハートが、ハートの方いる。あ、なんかもう一つある。ピカ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 の1年生って感じ。はい、読み断じょうします。いいね、制限ないってあるけど。13位の方、白髪の方、12位の方、水色のラッコハムスターの方、ラッコだけど。いつまでもありがとね、アイコンユアのうちわにしてくれて。11位の方、イアがハンドボールの方。10位の方、イアが描いたクマの、クマちゃんが花束持ってるクマちゃんの方。9位の方、イアが描いた歌舞伎の方。8位の方、コアラのマーチ岩にしてくれてる方。7位の方、カメラぶら下げてる女の子の方。6位の方、仕事が早いことで、昨日の私ですね。5位の方、ね、昨日までこんなさ制服着てたのにね。5位の方、イワのコアラのマーチのしてくれてる方。4位の方、ね、このアイス絶対あるやん、絶対あるやん。3位の方、無理やりイワにしてくれた方ですね。ね、やば、ちょっと待って、このプロフィール生まれ変わったら城ヶ崎カレー欲しい。やめてよ。やめてよ。2位の方、アンズさんのアバターの方。1位の方、ゆうねさんのアバターの方です。ありがとう、みんな。社会人ゆあちゃんでした。そう、23時ね、過ぎちゃった。ごめんね、みんな眠たいのに。バイバイ。
切ります。みんなスクショしてるよね、もう。バイバイ、切ります。